ライトなんで。Thank you.
ません、乗っていいですか。すいません。感じ、ロボットみたいな。これになんだろう、トップコンというか自動操作つけると本当楽ですね。あ、すごい。操作ここで前を押したら電池とか上がったりとか、こっちでも上がるんですけど、これでクラッチ切れたことも、あ、 これでですか。ああ、こっちもです。なるほど、すごい。作業灯ですね、これが。ああ。で、ビデオの回転数と、あと、フロアリンクの。ありがとうございます。
は番組を運営していますから注意が必要です。はい、まっすぐ直進乱射しますので、ですので交換していただきたいと思います。またバッテリーを交換するときはマイナス側のケーブルから取り外します。そこ足りんじゃん。ね、まゆこちゃんの足りん。実はここで給油水して、途中で位置が近かろうと。ああ。軽トラはシャコタン。軽トラはシャコタン失敗した。どれ。なんで参加させないから。そういう動画見たいな。あれやろ。がね、うん、ね、混ぜそうや。
やんね、これがキャタ、でも、でもこのギリギリじゃねえか、うん、そしたらもうちょっとアゼン草ばっ削るかなって、あんまり削りと思わなくしそうね、もうちょい、はい、
まあ、煩悩がね、煩悩が出ていければ、前早かったね、くれっいいね、引っ張るね、行ったとこまで出てきた、なんかあるね、あげよう、まあね、広げると水平出る出る、しばらく前に一応合わせはしたぞ、まあ、ロタリーモンロー大丈夫か、
使うと、はい、これだけしか入らんちゃう。だから結局こういうわけの流れなので、これ結構レベルラインや、まあ、ランクを選手選手長靴で言うならもうこの辺まで入れば十分よかもね。せや副選手もうこれ多分レベルってないだろうと思う。はい、トラクターでほらトップリング調整するときに大事と思う。ああここにもラインのついておけ。あーこのライン多分一緒ぐらいなんだ。レベルラインって書いてあるんだよ。時計から。こういえばまっすぐだって水平に。水平になるような作業の仕方ってこと。ああ、なるほどね。なるほど。ここもついとる。最近思うがってやっぱタイヤが良かね。フローラーでそう牽引力はないやろうがってさ乗り心地的にもうこっちはタイヤの方がいいわ。フローラーグワンガーうんマジでこんだけ高瀬も強いもんね。強かロンツーのでね引っ張っていくのもマジで5連覇引っ張る引っ張る早くシャワーかあーフローラーかギリギリやろ31号そうね。ウェイドつけてる。その辺が弱かったね。タイヤは。深さ、深さ、深さ、深さ。開いて。
出たり、天気は天気埋めた仕方ない天気チャージは出た。待って、小芋取ったら何寸だけやろ。これは勝つの。ちなみに見て、ぶっとしかもあ、マークもあれもう、かぶさ。うん、まだし、はい、寿司しとらんキノコンパ食おうただけ。電源セーブ食おうただけ寿司しとらんこうならんけんかもね。うん、冬は中本だね。そういえばそこにはやっぱり